作りたてのスマッシュバターで、まだ液体状である。室温に置いたスマッシュバタースマッシュバターは、バターから無視乳固形分と水分を分離除去し、生成した乳脂肪。家庭では溶かしバターを放置し、比重分離させて使われる。加熱により、水分が蒸発すると、タンパク質などの水溶性成分が表面に浮かんだりそこに沈む。これをすくい取ったり、削り落として得られる。 工業的には直接蒸発法で積出させた無視乳固形分をデカンテーションや遠心分離で分離した後真空乾燥されるほかクリームの乳化状態を壊した上で遠心分離により液体として分離して製造される発塩点が通常のバターよりも高くソテー等のより高温で加熱する調理に適しているまた新鮮なバターよりも保存性が高く 賞味期限がずっと長い。生成により乳糖やカゼインをほとんど含まないため乳糖不対象や牛乳アレルギーの人でも摂取できる。ロシアのスマシ、バターインドア大陸や南アジアのギーはバターを長時間加熱して水分を蒸発させ乳固形分をキャラメル化させてこすことでナッツの風味をつけたものである。ありがとうございます。